まずこの保温にしてた、むしろを外してたね。発酵肥料、ぼかし肥の切り返しです。すごい湯気がすごい上がってる。50度ぐらいあったでしょ。ありました。おー、汗かくよ。一等間で作った湯たんぽです。おー、すごい湯気。この湯たんぽの周辺から発酵してきます。すごい発酵してます。中の方はもう、あ、違う、50度だ。触ると熱いぐらいの発酵です。酸素と混ぜることによって発酵を、あ、呼気性発酵を促していきます。これを1日1回、4回繰り返します。すごくいい運動です。総量は 800kg です。むしろかけて保温します。